総理、これね、米国情報で敵の攻撃が着手されたぞって伝えられてきて、ミサイル発射した方がいいん違うかって言われたときに、日本側はそれ断ることできるんですか今やろうとする軍備増強、合法的に日本を武力攻撃してくださいと自爆する行為ですよ。平和と安定のために外交安全保障、最大限の努力を行う。軍備増強をあおって誰が得するんですか軍産複合体とアメリカがオフシアで金儲けするだけでしょう。 今回の売国機民予算大きな間違いですよ。先進国で唯一30年経済を衰退させてきた30年賃金下がりっぱなし。格差広げて社会地盤沈下。コロナが来ても物価高でも生活者も事業者も落農家も守らない。一体何やってんですか皆さん。今必要なのはアジア重視の外交と国内への徹底した積極財政ですよ。まとめますね。終わるので。資本家の犬。アメリカの犬。統一協会の犬でもある自民党政権は対人以外ない。 骨のない野党の経済政策に超絶説教財政をビルトインさせて政権交代、日本経済を復活させるのは私たちです。